ペシャル編。お目覚めですか。だいぶうなされたおいででしたね。伊集院さん、ここは？地下の核シェルターです。世界は今大変なことになっているんですよ。引き続き謎の飛行物体関連のニュースをお伝えします。昨日より突如飛来した謎の飛行物体は無差別に地球全土を攻撃し続けております。しかもその攻撃方法は我々の理解を超えたものとしか言いようがありません。これはまさしく未知のテクノロジーを持つエイリアンの仕業か。いや、ここまで来るともう魔法としか言いようがありません。一体地球はどうなってしまうのでしょうか。こんなことが起こっていたなんて、もしかするとあの夢は。ダメよ、そんなこと絶対に。なんだこの強い力は。我々を呼んでいるぞ。許さない。うろたえろうろたえろ。人の不幸は蜜の味じゃ。許さないの。この S と M を同時に楽しむ感覚、これこそまさに真の強者である証。何事だ。何やつ。あなたに麻雀による1対1の勝負を申し入れます。お受けしていただけるかしら。おい、相手が地球の人間かどうかもわからんのに、いきなり麻雀って言ってもだな。あ、そっか。面白い。私に麻雀で挑んでくるとはバカなやつめ。よし、私に勝ったらこの星にかかった魔法を解いてやろう。麻雀知ってるみたいよ。わかった、わかったことにするから、とにかく勝ってくれ。私こそが宇宙一。口を叩くだけのことはあるわね。
ただいま脱いでますえ、邪魔だ。私をここまで追い詰めたのはお前が初めてだ。負けたわ。でもなんだかこの敗北感も心地よいわね。またいつか勝負できることを楽しみにしているわ。おい、どうでもいいけど地球はどうなるんだ。このままだと地球は死の星になるぞ。まずいわ。こうなったら私の魔法で何とかしてみるしかないわ。マジですか。いやーったー。うわー、なんだ。どうなっているんだこれは。ちょっとオタクの趣味が強力に出てやしません。まあとりあえず地球は救われたってことでハッピーエンド、ハッピーエンド。なんということだ。このような小娘が地球の危機を救ってしまうとは。いや、死人が出なかった分、地獄界も救われたと言えるぞ。あのままでは地獄界は亡者どもが増えすぎて大変なことになっていただろう。ふん、なかなか見直したぞ、小娘。困った時はまた心で呼びかけるがよい。ありがとう。それじゃあ、今日の思い出を歌にするわね。この野郎、それはやめろって。やれやれ。
ありがとう。